第2代、サザーランド公爵、ジョージ・グランビル・サザーランド・ルーソン・ゴアは、イギリスの貴族、政治家。1786年8月8日、ゴア伯爵、ジョージ・リューソン・ゴアとその妻である、第19代サザーランド女伯爵、エリザベスの間の長男として、ロンドンに生まれる。1790年に、父が中フランス大使に任じられたため、父に連れられて、 フランス革命直後のフランスで数年を過ごした。フランス交代子ルイは遊び仲間だった。1798年から1803年までハーロー校に通い、オックスフォード大学、クライストチャーチへ進学した。同大学より1806年にバチェラー・オブ・アーツ、1810年にマスター・オブ・アーツ、1841年に民事法学博士の学位を授与されている。 1808年4月から1812年11月にかけてセントモース選挙区、1812年10月から1815年7月にかけてニューカッスルイコールアンダーイコールライム選挙区、1815年7月から1820年3月までスタッフ,フォードシャー選挙区から選出されて庶民委員議員を務める。1826年11月22日には、 繰り上げ直所により今だ父が存命ながらイングランド貴族社会アダン社位を継承し、貴族院議員となった。1833年7月19日の父の死により第2代サザーランド公社位を継承した。1831年から死去までサザーランド知事、1839年から1845年までシュロップシャー知事を務める。彼は、 ホイックに所属する議員だった。そのため1838年にビクトリア女王が即位すると、妻ハリエットがホイックの首相、第2代メルバーン主爵ウィリアム・ラムの手回しで女王の女官長に任じられた。彼女は女王と見間違うと言われるほど物腰が洗練されており、女王からも宮廷人からも絶大な信頼を寄せられていたという。 1839年1月29日の母の死により第20代サザーランド伯爵を継承した。1841年にはガーター勲章を受訓した。1861年2月22日にスタッフォードシャーのトリンタム章園で死去した。プロイセン王室との恋愛問題がトラウマになって長い間結婚を避けていた。しかし、 結局1823年に第6代カワライル伯爵ジョージ・ハワードの娘ハリエットと結婚。彼女との間に以下の11子を設ける。ありがとうございます。